レイジ 128GL 搭載ビデオカードレイジは ATI テクノロジーズが開発したビデオチップまたはそれを搭載したビデオカードおよびそれらの製品シリーズ名である ATI は高い評価を得ていた 2D 用のチップマッハシリーズに 3D アクセラレーション機能などを追加したビデオチップを開発 3D レイジとして発表した当時はマイクロソフトが Windows 95を発売して、コンピュータが普及し始めた時期にあたり、レイジシリーズは多くのメーカーのコンピュータに搭載された。ATI は、性能を向上し、Dardox 5に対応した 3D レージ2、AGP に対応した 3D レージプロを開発、PC、AT5 換気以外にも Apple コンピュータのパワー、m a c i n t o s h などに搭載されている。ATI は、 グラフィックスチップの性能向上よりは、ドライバの安定性や TV 出力への対応など、機能面に注力しており、レイジシリーズは 3DFX のブードゥーシリーズや、NVIDIA のリーバ128に、やや劣る程度の性能であった。レイジシリーズでは、DVD の再生支援機能が他社が動き、保証までだったのに対して、逆サ散コサイン変換までサポートしているものも、存在した。 1998年に128ビットのグラフィックスエンジンを持つレイジ128を発表した。しかしレイジ128は他社製品との競争で苦戦しレイジ128チップ鬼が搭載したレイジフューリーマックスを投入するなどしたが性能的不利を補うことはできなかった。2000年に ATI はラデオンをレイジの後継ブランドとして発表。 レイジシリーズの開発は終了した。その後は、チップの安定性が変われ、サーバーのオンボードグラフィックスや、サンマイクロシステムズのユニックスワークステーションの 2D 専用フレームバッファなどとして採用され、製品としては、しばらくの間供給され続けた。3D レイジ 2DVD3D レイジプロ3、D レイジ2、または 3D レイジプロを元にした、オンボード実装用のチップレイジ XL3。 D-Rage Pro を元にした、低価格版のチップ0時128、GL-Rage Mobility M3 D-Rage 2、または0時128を元にして、消費電力を抑えた、ノートパソコン専用のチップハット MAX は、2チップ並列動作に対応するのは、フルスクリーンモードに限定されていた。また当時は、Windows 98-2000、XP への過渡期だが、シリーズ中で MAX のみ、 二チップ構成であることを理由に2000に非対応とされたために急速に商品として陳腐化した。3マイクロシステムズのユニックスワークステーション用 2D フレームバッファーとしては PGX24 には0ジ 2DVD、PGX64 にはレージ XL がそれぞれ採用されていた。その後、ラデオン7000を搭載した XVR-100 に移行した。 PC サーバ製品には、レイジ2、XL やレイジモビリティなどが採用され、後に、モビリティラデオンシリーズが採用されるようになったが、その後 ATI はサーバ向けグラフィックスチップ S1000 を開発し、そちらに移行していった。ありがとうございます。